はい、サニーショーのドンピシャーですと、前回、路上破りをし、車を飛び越えるというスタントをし、裏の大会、なんか裏組手とかいうやつですね、そこにお呼ばれし、行ってみたところ見事コテンパンにされるというバイカーでしょ。うわやったー、激アツ。車がお前に向かって走ってくる。お前は車を飛び切りで飛び越えるんだシナリオできてんじゃねえかよ。これマックスじゃないとやばいってやつ。頼む、超えてくれ。ガードがすげえな。あっ、あー痛い、痛い、胸が裂ける。まあリベンジといきますかね。でもマジで強えんだよなこいつら。さあやってやるぞ。俺のジャブがちゃんと通じるかどうかだな。いやガードすんだよね、超ガードすんだよ。あ、死ねえじゃん。あれガード死ねえじゃん。あれ雑魚か。いやいいよ。あれまたなんかちょっと強そうだな。ボクサーか。あ、一発が重いタイプだ。でも俺のジャブも重いタイプなんですよ。どうだい。試合が数秒で終わるようになってきたな。お前も数秒で終わらせてやるよ。ほらほら、どうだ。よし、俺のネリチャギ、はい入った。俺のネリチャギ、ジャブジャブ、はいやはりジャブですな。おっと、これは決勝戦か。お、なんだ、俺うまい、よく合わせた。うわうわバーン。何、え、何だったんだ、何この人。橋本真也、筋肉質な、筋肉質な橋本真也。俺のジャブどう。入れちゃいたいたい。いやでも、来て、あ、弱ーい弱ーい。やったー、なんか刀もろた、刀もろたけど、なんなんだ、特になんもなしかな。刀もろたけど、特に何もない。ほんとね、じゃあね、ちょっとあれをやろうかなと。まあ、知名度上げてったら他に何か起こるのかもしれないんだけど、ここまでいけないもんね。これ覚えてるかな、ここなんかさ、予算ね、1000ドルを貯めるみたいなこと、1000ドル貯めるというか、この物件を買うのに1000ドル必要だっていう話で、これ1000ドル貯めてみようかななんてちょっと思っているんですけど、あのね、このゲームのお金の稼ぎ方が、フォークリフトと、大会なんだよね。この武道館とザ組手、この武道館とザ組手で優勝すればね、なんか賞金をちょっともらってるから、まあ、その2パターンでちょっと1000ドル貯めてみます。
はい、ということでね、1000ドル貯めましたよ。おかげさまでね、もう強さとタフさはもうマックスになってしまいました。ちょっとステータス見てください。こんな感じです。強さタフさマックスの、スピード体鍛えはまあもうちょっとって感じで、肝マックス知名度300超えで、マネー1002ドルでございます。2ドルなのかわからないけども、こんな感じです。それじゃあ買いに行ってみましょう。物件を来た。お、え、なんでお前が来てんの。ケン、この場所最高ね。ケンさん、今日お友達をお連れですか。彼女の携帯。あ、そうですか。別に別れてはないんだね。はじめまして、ケイトと言います。はじめまして。1000ドル用意できたので今日この物件を買いに来ました。そうだな、ケンさん残念。1000ドルでは足りないのです。どういうことですか。もう誰かと契約したのですか。いえ、ただ他にも買い手が現れまして、購入に1500ドル。はぁ、マジで言ってんの。話が違うじゃない。いや、ほんとその通りですよ。もし1500ドルをご準備いただけないなら他の買い手に動くとします。その買い手はダンススクールオープンしたいらしいですよ。知るかい。いや、待ってください。行い準備します。ただ少し時間ください。そうですか。ではお待ちしております。汚ねえなぁ。おいおいおい。こんばんは。こんばんはじゃねえよ。マジで？また貯めなきゃいけないの？衝撃だよ。いやー、たまりました。マネーメーカーちょうど、1522、ちょうどじゃないね。知名度381のもうカンストです。ステータスカンストです。技は一つ覚えてないけど、じゃあこれで行ってみましょうか。一体どうなる、どうなっていくんでしょう。フォーセール。さあ、1500ドル持ってきたぞ。あれ、あいつがいる。あいつ誰なんだ。新しいお友達を連れですね。おまわりさん、彼女のケイトと親友のフライ…親友なの。親友だったの。そうなの。この物件は想像以上にいいな。素晴らしいでしょ。空手の道場には理想的ですし、周りの環境もいいですよ。お前、空手に対してあんまりよく思ってなかったはずだろ。この場所についてですが、まさか2000ドルになるとか、そんな。今回1500ドルを用意してきました。これ以上値段を釣り上げる気ならやっちまうか。あっ。脅した。ははは、冗談ですよ。ははは、ではこの物件は、今回は本当に、ケンさんのものですよ。やった、来た。そして、よし。よし、素晴らしい。やったじゃないか、ケン。やっと自分の道場が開けるな。そうですね、これで生徒さんをいっぱい呼び込んでね。そういうケン、あなたが空手を教えてる間は、私はこの辺りを散策するわ。この辺りには感じのようなお店が多いわね。プラつくだけかよ、お前。あれ、タラーンってなってる。久々に見た。はははははは、すげえ仲良さそう。あれ、終わり、もしかして。いつ死んだの、先生。
先生いつ死んだの？道場？え？エンディングだよなこれ。体の道は厳しいな、一生かかってもマスターできるかどうか。あ、終わった。終わってもうた。マジか、マジマジだ。こっからなんかストーリーが進むとかそういう。ああ、ブロー、マジでか。そうですか。ああ、わかりました。カルテマス、カルテマスター2、いくつですか、シャープ8ぐらいですか。無事、エンディングを迎えることができました。まあなかなかね、いくらだったかなこれ、かなり600円ぐらいだったっけな、だったと思うんですけど、まあそれなりに遊べたんじゃないでしょうか。最後まで見てくださった方々、ご視聴ありがとうございました。またなんか違う、シリーズをあげたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、三人称のドンピシャでした。バイバイ。